のお疲れ様でございます。あのね、投資っていうのはね、うん、やっぱり自分に投資するっていうのはシンプな表現ですけども、まあまさにそれなんだと思うんですよ。うん、FX だってみんなが同じ条件でスタートできるんですけども、あのノウハウ頼りになったりとかね、シグナルを活用したりとか、結局何かに依存してる限りはそれに振り回されて、そのシステムとかツールがダメになった時が もももう手も足も出なないいっってことになっちゃいますよねでも裁量が何がいいかっていうとあの自分の裁量っていうのは毎日やっていれば毎日磨かれていくんですよねステップアップしていくんですよそれこそ失敗も糧になるんで結局失敗も材料になるんですよねだから常に裁量でやってるとこれ誰でもプロになれると思うんですよあの「忘れたか死人か」っていうねウォーレン・バフェットさんの表現がありますけどもそれにもに似てるんですけどもそれこそね 3年とか5年とか毎日トレードやってる人ってこれどう転んでも勝てるようになりますよこれ。でも3年とか5年とかやらないわけでしょ。ね、デモトレードっていう手法もあるのに、それから定例とトレードっていうのもあるのにやらないんですよ。それこそ1年やったら大したもんですよ。1年毎日コツコツやってちゃんと自分の仮説と検証を繰り返してる人はこれはね、自分に投資してるって言えるんじゃないですか。か負けなくなりますよね。 うん、それこそ暗号通貨を買って値上がりを待つっていうのは手も足も出ないわけですよでビットコインは確かに値上がりしましたけどもそれだって別に保証があったけども何でもなくって規制が入ったりとかダメになるかもしれないっていう不安から売った人も途中いるわけですからね、うん、だから保有しておくっていう自分の環境とか精神力っていうのも自分に投資した結果得れるんじゃないかなと思います例えば目先のお金が必要になったんで虎の子のビットコインを 値上がりすると思ったんだけども今日の時点でお金がないから売っちゃいましたっていうのも自分の力量の無さだと思うんですよ。うん、あとはねあの詐欺を詐欺と見抜けずにそこにお金を投じてで取られちゃったっていうのも、うんまあ、やっぱり自分の裁量を当てにする以上に自分以外の裁量を当てにした結果かなと思いますんでね。 やっぱりね投資って基本的には自分が毎日積み上げているかっていうことだと思うんですよね。で暗号通貨も結局私も2014年に始めてその頃ろは訳分かんなかったんだけどもだんだん整理されてきてね2014年2015年2016年と、うん、なんか銘柄とか取引の仕方とか安全対策とかも見えてきてその結果今の資産があるって考えたら。 別に放置してはいたんだけども、ただ放置していただけではないよってことですよね。当然その中には、詐欺られて取られちゃったっていう経験も入ってますからね。それこそ億万長者になる人間が、詐欺にも合ってないなんてことはね、まさに一発もパンチを食らわずにチャンピオンになったボクサーみたいなもんで、まあ、普通考えられないですよね。<laughs> はい、ということでね、今日の実践は未来のテスト。まあそういった言葉にまとまるのかなと思います。お疲れ様です。